エクササイズ B をね、やっていきたいと思います。えー、このポイントはね、とにかく y イコール、A、x プラス B の形にすることですよね。だから、4x とマイナス12を移行させて、まずはこうです。はい。で、両辺3で割ってもろて、y イコールマイナス3分の 4x プラス3で割ったら4ですね。はい、こんな風になると思います。傾きマイナス3分の4で、せっぺ4ですね。 はい。じゃみんな別紙の方に書いていきましょう。僕はちこっちですけどね。はい。えー、せっぺん4なんで、まあ、ここですよね。うん。で、えー、傾きがマイナス3分の4だから、X が3増加したら Y が4減少します。X が3増加したら Y が4減少します。こうですね。はい。この手のグラフってだいたいずれていっちゃうんで、もう、ちゃんと、最後までね。 続きもこう、3、1、4下げていってくださいね。こんな感じかな。はい。逆にもやっていきましょう。こう。こうですね。こんな感じかな。はい。じゃあ上規で虫抜みてください。はい。僕やったらこんな感じですね。これが1番目です。 さあ、2番目いってみましょう。はい。これはですね、とりあえず、3分の X 右辺にこうしましょうね。1の左に書いといてください。で、ここね、もう、もう、こう直しといた方がいいかな。もう直しといていいぐらいですね。マイナス3分の X なんだけど、もう、どうせ1必要なんでね。あの、1必要っていうか、傾き分かりやすいんでね。こうしときましょう。はい。で、何かけるかっていうと、マイナス5倍です。マイナスもかけないと、 y プラスならないんでね。で、5倍して分母払いますから、両辺マイナス5倍かけます。はい、これマイナス5倍かけたら3分の 5x ですね。で、プラス1マイナス5倍したらマイナス5です。はい。せっマイナス5、傾き3分の5だから、切片ぺ5だから、ここですね。で、傾きは、右に x が 3, y が5増加する。右に3入って上に5ですね。右に3入って上に5。 はい。逆戻っていきましょう。3下げて、5下げたらいいんで、ここですね。3、1って5下げましょう。ここ。はい。3、1って5。1、2、3、4、5。まあ、こんな感じかな。はい。これで結んでみましょうね。ってください。よいしょと。まあ、こんな感じだと思います。これが2ですね。 はい。3番、4番、サクって言っちゃいましょう。これ、y イコールにすればいいやつですね。だから、15移行して、両辺3で割って、マイナス5。x がどんな値でも、y は常にマイナス5。だから y、y マイナス5ってことは、ここですよね。x がこの12とかであっても、マイナス5だし、まあ、この、ここでも絶対、マイナス5。常にマイナス5。つまり、グラフは、見てみましょう。こんな感じですよね。 よいしょ。はい。ちょっと出ちゃったかな。ない,いか。こんな感じね。これが3になります。うん、はい。4番目。これ y はもうそもそもない式なんで、x イコールにしてみましょう。x は4ですよね。常に x は4っていうグラフです。なので、四。4まあ、こういう端っこもちゃんと綺麗にね。常に4なんでね。続いて引っ張ってみましょう。よいしょ。 よいしょーと。はい。まあ、こんな感じになったと思います。まあ、これからどうかな。かっこ読んでね。はい。いいでしょうか。こんな感じですね。大丈夫かな。はい。以上になります。